心配はしてない。そうそうそう、ほらじゃあ何も心配してない。いや彼女の心配だけど。いやそれも心配してないよ。してますよさすがに。単に好奇心。いやいやいや、お俺が一番。え、入るの。勝ったよ。熊に勝ったよ。本当に私一番じゃない。いや、俺が勝ったよ。あ、中島さん負けてます。私に負けている。嘘。私の方が先に入ったから。あ、そう。見えてない。本当、うん？いや、勝負。俺の方が先だよ。とか言ってんの、どうでもいいか。一番に入った。うん。負けてらんない。わ、今日は入りが早いです。ありがとうございます。ありがとうございます。画面暗いの大丈夫ですか？電池なって。あ、俺。そういうこと？ちょっと待って。なんかいつもこんな暗かったと思って。あれじゃ、どういうこと？色味も上は、あ、ライトの当たり方？あ、そうだよ。遠いのかな。こっちだったっけ、ライト。最近いつも。こっちで。あ、どっちだっけ？うん。あ、そう。あ、これか。これちょっと明るくなりました、ね、明るくなった。画面の設定かなと思ったら電池ないのかな、うん、写真撮るときにライトが入らないようにしてほしいんです、はい、あ、本当ちょっと待って、これ画面が出ないんですけど。あ、そういうことなんかいつもそれやってる気がするほら毎回。失礼しました写真の時に機材が入らないようにしてください。すっごい嫌だ大事なんで、うん、はい、ガチガチの方が分かったあれとかも、そうそう、あっちの方の、あ、そう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 、準備ね、準備とっていうのが うちらしくていいじゃない。そこに段ボール置いちゃう。あ、すいません今度からそのライブの時の着画もホームページに載せるので、うん、あ、そうだね、うん、あんま映らないと嬉しい。はい、綺麗にやります。はい、はい、じゃあいきます。はい、はい、皆様こんばんは。こんばんは。うまくインスタライブもチャンネルの時間です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね。じゃあ早速スリーショット。すっごい乗り出して撮ってくる。真面目に撮らないと怖いわ。はい、はい、今日のテーマはテーマというか、うん、もう入ったばっかりの、はい、ホッシー何やっとんねん。これですよっていう、はい、ホッシーの一枚仕立ての、うん、はい、ケープコートと、はい、このロングジレを全部のコーディネートに使って、うんうん、いきます、いきます、ご紹介します。楽しみですね。どんなコーディネートになることやらですね。すごいいいんですよね、このホッシーの一枚仕立てが。もう早速3人でアップで見てもらいたいぐらいだよね。すごいあったかい、これこれとか言ってね。すごいあったかい、あったかいぐらい、うん、すごいよね、はい、とにかく柔らかい、しなやかね、しなやか、うん、で一番のポイントは高そう、ちゃんとね、あったかそうで高そう、そうそう、ね、うん、そんな感じですか、はい、じゃあ行きますか、すす、はい、じゃあおすすめをどんどんやっていきましょう、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。デザインもいいよね。デザインもいいですね、はい、最初にご紹介するのがこのケープになります。はい、はい、うん、はい、あ、いいですね。なんといっても、あ、はい、これも入らないように、あ、はい、入ってませんよありがとうございます、なんといっても、はい、ウール100のこの、はい、一枚仕立ての素材がすごくいいですね。とってもしなやか、とにかくいい生地ですね、うん、そう、厚みがあってしなやかで落ち感があるので、はい、うん、貼らないですし、うん、ちゃんとものすごいあったかいし、うん、もう何の文句もつけようもない、うんうんうん、そうですね、はい、この一枚仕立てはもうなんちゃってがやったら多いんだけど、うん、もう着てる、ね、感じが違 う、 違う、あとシワが出てたりとかね、そうそう、シワも出ないですね。だっていまいちなのってシワも取れないぐらい硬かったりするので、はい、そうです、うん、そうです、
もう全然違います、うん、見るからにすごい良い良い。でこちらのケープの形もまたちょっと面白くて、はい、うん、あの袖は通すタイプではなくこういう感じでなってるんですけど、うん、この中が面白くてここがね本当だこうなってます、はい、でベルトがあって腰も高い腰も高いね。あでホカロンそこに負けるんだ。負けます。ここにホカロンギャーって負けます。負けます、はい。で、あの今ベルトしてますけどベルトしなくても全然平気です。はい、じゃあ外してみましょうか。襟はこうノーカラーになります、うん、いやこれノーカラー好きにはたまりませんね。そう、うん、あのベルトを使わないときはもう取っちゃった方がいいと思います、うん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 、すっごい面白いデザインよね。そうなんですよ。ベルトしないで、うん、あのそのまんまもう羽織った感じで着てもすごく素敵なので、うん、このまんまの感じなんですけど、うんうん、やっぱりここの後ろのとここが面白いんですよね、うんうん、ここがうまくできてて、はい、体に沿って湾曲されるので、はい、あの着た時 に、ね、そうこの前身ごろが綺麗にこう収まるようにできてます、うん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 、面白い素敵ってね。素敵ですよね。ポイントはホカロンをしっかり貼れるようになってます。貼れます、はい、腰はあったかい、はい、なのでもう羽織ってもいいし止めてもいいし、うん、どちらも OK です、うん、ポケットはないです、うん、おしゃれねこれね、はい、全くフリーサイズね。フリーサイズです、はい、コートの上からも着れるっていうのを後ほどやってみますね。はい、はい、宮部さんがやってくれます、はい。こんな感じで、こちらがキャメルになります、うん、お色は3色です、はい、でお色3色でベージュとキャメルとネイダークネイビーの3色展開になります、はい、でケープはワンサイズのみです、うん、とにかくこう着た時の収まりここでちゃんと引っかかるから、うんうん、ここの収まりもすごいいいので、うん、なんか安心感がすごくあります、うん、であったかい、うん、これだけだと、うん、これだけだとスカスカするけど、うんうん、ちゃんとあるからすっごいあったかいです、うんうん、真冬大丈夫、うん、おしゃれ、はい、な感じです。で中に着たお洋服をご紹介しますね、うんうん、中に着たお洋服がなんて可愛いの。そうなんです。なんか可愛いって感じだね。ちょっとねあざとい、うんうん、あのマレーラのこのノルディック柄のニットに中にタートル着てます。丸首です。ごめんいよいよ開き直ってきたね。あざとさという4文字にカモンあざとさって私のものよみたいなね。あナイス。何言われるの、うん、そう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 みたいな、うん、もう濃い濃いあざとさって。でたまたまあのイブルースのあのこのあのチェック柄のスカート、うん、黒地にマスタードとブラウンのチェックなんですけど、うん、なんとなくなんとなく不思議に合うので、うん、なんか着てみました、うんうん、なんか冬のこう忘年会とかちょっと楽しい時期に、はい、なんかこう、うん、楽しい着こなしかなって感じです、うん、もう皆さんこれぞまさにブリブリですね。久々もう死後になってるかもしれないけどブリブリです。大人が可愛いんですよ。あはいはい、うん、ああはい、あざとブリブリです。大人が可愛いんです。あざとブリブリです。大人が可愛いって言うんですよ。はい、これを大人が可愛いって言うでしょうか、あざとブリブリと言うでしょうか。皆さんに意見を多数決取りたい。いいでしょう。うん、そんな感じの、うん、さすがに皆さん優しい。後者っていうふうに前者後者で挙手したら絶対後者なんだけどしないね。無言のね。そうそう、無言の挙手。そう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 。お疲れ。お値段言います。お疲れ様です。お疲れ様です。充実の顔してるな。はい、まずいきます、はい、ポッシーのケープが85,800円。はい、これお値段の素材にしては高くないと思う。はい、あのこれに関しては間違いなくリーズナブル、うん、なくないですね、はい、マレーラとかでもコートね十何万しますので、はい、やっぱりこの素材はすごくいいです、はい。こちらのマレーラのニットが36,300円、はい、イブルースのスカートが29,700円です、うんうん、このスカートもむちゃくちゃ評判いいですけどまだ売れないね。うん、
なんか目立たないのかな、うん、いやとにかくね、特にあのどうだろう、20代の人たちが圧倒的に見るのは多い、値段見てさっと去っていく。でももうちょっと大人ですよ、うんうん、で後ろがちょっとタイトめシルエットなので、うん、もう可愛い可愛い可愛いじゃないところがいいですね。お、向きになってます、はい、いいですよ。セーターもいいわ、モッチーさん。キャップからベレーになっていよいよおしゃれがますます楽しめる季節、冬の到来を小物使いからも感じます。そして私は後者です。あ、入ってないか。ちょっと入ってないじゃん、うん、ちょっと入ってないのよ、はい、そう、うん、レネになるとなんか冬だなって感じしますね、うん、はい、こっち入って、はい、で今日は正面から写真をどんどん入れてくださいね。こんな感じで1回目です、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。カメラの注意ポイント、はい、ことき君に引き継ぎお願いします、はいはい、こうでは次行きます。向こう側とここが映らないようにしてください。なんかこういう機材が映らないように、はい、あとこっち側も映らないように、はい、うん、じゃあ OK、 写真引き継ぎよろしくね。ちょっとここから最後のシーンから入れてって、ごめんなさい、ここからいい、今もう撮ってきて、おい、どうした？吹いた。少々お待ちください。フリーズしてるわけではありません。OK ですか？ちょっと待ってください。はい。あと後ろ、ごめんなさい、後ろもお願いします。はい。はい、では次行きます。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私はあのライトベージュ、はい、綺麗な薄いお色を着てます、はい、あ、コメント入った、うん、こんな感じになってます。はい、こちらはアイボリーかな、うん、まあ、アイボリーでいいんですか、はい、はい、ちょっとピンクがかかったような薄いベージュになります、うんうん、はい、こちらがお色違いになりますね、はい、はい、です、はい、うん、さっきね、あの、うん、説明した通り、あの、あったかいのと、うん、あと生地がしなやか、はい、はい、うん、でも、うん、ちゃんと、うん、あの、ようね、はい、ウール100で、うん、柔らかいので、うん、あったかさと両方兼ね備える、うん、すごい女性らしいシルエットの、うん、着る人の雰囲気でね、うん、こうも表情が変わるぞと、うん、色とね、うん、あの着方とかで雰囲気が変わるので、うん、その辺を見てもらえたらいいかなと思います、うん、今ここ私結んでますけど、うん、熊着るとなんか女らしくなるんだよね。下の合わせじゃないですかね、うん、スカートが長いからかな、うん、で一応まあさっき説明した通りなので、うん、まあ、この辺で一応、うんうん、でこれを脱いで中のコーディネートも見ていただきたいな、はい、というところで、よいしょ、ベルトも柔らかい、はい、とにかく今日はまずこの特化しているのはこの一枚仕立てのコート。一枚仕立てはもうここ何十年来、うん、あのリバー素材って言ってね、貼り合わせの生地を裂きながら手縫いでずっとやってたんですけど、最近は機械でやれる部分もあって非常にこう素材の良し悪しの部分しか違いがなくなってきてるんですけどね、うん、縫いそのものがすごいっていうことではなくて、これはもう生地そのもの、貼り合わせの生地そのものがもうスーパー高級ですね、すごいですね、触った時にもすぐ、はい、ね、これはいいやつだってしなっとしてるよね、そう、あのしっとりというか、はい、しますんで、はい、で中に着てるのが、まあ、この間黒も着たんですけど、うん、フライガールの割とピタッとしたリブのニット、はい、タートルのですね、うん、一応これを着て、うん、であのイブルースの、はい、このチェックのラップ風スカート、うん、もう縫い付いてるんです、風なのね、風です、うん、ラップ風スカート、うん、で横ファスナーでこう履く感じなんですけど、うん、一応これを履いてみました、うんうん、
なんかそれだけつまんでてもシルエットがいびつにならない良さがある ね、 うん、そうこれが可愛くて、うん、あんまり多分出てないような気がしたんで、そうそう光が当たると紺に見えるような気もしますね、うんうん、シノのラインと赤のラインとチャコールグレーと黒みたいな紺みたいな、うん、はい、ブロックチェックみたいなね、変形のブロックチェックみたいなやつを、うん、赤のこのラインでまたチェックで囲んでる感じですね、うん、こういうケープ系のものは素材が良くてこそおしゃれ、うん、素材が良くてこそ大人の女性が楽しめるものですよ ね、 ね、 ねそうです、ね、もう本当に今脱いでるけどね、脱いでるけど、うん、そう、あれ、はい、ずっと着ててあったかいし、はい、すごい素敵 なんてこれ結構入れ込んでて、3店舗とも各色、うん、各サイズ全部入っております、入ってますので、はい、そう枚数もしっかりありますが、うん、これはちょっと自衛隊も、ね、うん、出てきますが、はい、楽しんでみてください、楽しんでいただけたらと思います、はい、そしたら、クマそれに紺を羽織ったらどうなるの、うん、あこれ最初黒だと思ってたからあれでしたけど、うんうん、いいかなと、うん、その辺の色がどうのってもう関係なく単純に色合わせ綺麗だと思う、うん、うん、それが紺、うん、紺も絶対綺麗だよ、うん、そして先に着ちゃいます熊が、はい、いただ、あ紺も綺麗、ね、ちょうど色もいいかな、あ、赤がすごい入ってる、綺麗、うん、だな、なんか、うん、いい紺ですよね、光沢もあって、うんうん、紺になるとすごい光沢が目立つ、ね、すっごい綺麗な紺です、うん、です、はい、うん、こんな感じで切れてる、うん、になってますね、うん、というわけでまた別のタイミングで、うん、別の人が、うん、色、別の色を羽織ったりするの、これって紺なのかな、やっぱり紺、紺か、うん、よくほらミッドナイトブルーとか独特の紺があるじゃん、あの色に近くない、うーん、どう、おことちゃん紺、紺、終わり、はい、紺らしいです、赤のチラ見えがより新鮮で綺麗って、うん、これビビットな、マイケイさんコメントがすごく多いってことはちょっと気に入っていらっしゃるかも ね、 ね、これ気になってらっしゃるかもよ、とにかく触ってもらいたい、うん、羽織ってもらいたいっていう感じですね、チラ見えを楽しみに来てください、画面越しだとちょっと青み強く見えますかね、うん、もう少しなんかね、黒に近いようなね、なんか、うん、そう割と深いお色な気がします、はい、はいはい、で、はい、皆さんありがとうございます、お値段がですね、はい、このフライガールのタートルのニットが16,500円で、はい、16,500円、はい、このニットは評判いいよね、うん、かなりしっかりと形が綺麗に出るので、うん、ピタッとのが好きな方におすすめしたいです、うん、であとはイブルースのラップ風タイトスカート、うんうん、はい、はい、こちらが31,900円になります、うんうん、このスカートかっこいいんだよね、そう、私これ好きなんです、うん、でインスタはこの組み合わせでこう羽織でディスプレイしたけど、まああんまり着たことないから今回ちょっとあえてね、あれケープを出したかったからちょっとシンプルでいいかなと思って着てみました、はい、特に今年このタイプリブニットがとてもいつも以上に、シマークは毎年かなり激しくおすすめするんだけれど、激しくおすすめするほどの反応はそうでもないけど、そう、あ、ね、みんな体のラインが出るから嫌って断られ続けてたけど、今年は自分から探しに来る人が多くて、ね、お店的にはよしって感じだよね、そう、よかったですね、うん、よかったよかったって、フィットした感じも、はい、バッチリかっこいいです、はい、よく似合ってるね、うん、はい、ありがとうございます、はい、そうですね、私の場合は今同じ生地のジレ、はい、長いジレを着てみました、はい、くまちゃんとてもお似合いでした、はい、はい、はい、それで本当にあったかくって、うんうん、ね、しなやかで、うん、これが硬いものだと、うん、ここの肩がね、はい、カクンカクンとなってしまうんですが、うん、しなやかなので肩に沿って、ね、
て落ちます、うん、本当にこれダブルフェイスっていうんですか、うん、はい、ですね、はい、だから本当にあったかい、羽織ってるだけで全然違う、はい、こんなにやっぱりいい生地のものって、はい、そうですそうです、もう見てくれが違いますもんね、はい、空気がこうあったかいっていうのがありますね、はいはい、この一枚仕立てはね、もともとはもう本当に2、30年ぐらい前はこのタイプだと30万ぐらいしてたんですけど、はいはいはい、ここ10年ぐらい前、韓国とかで、うん、あのウール100じゃない、もうちょっと普通のこの貼り合わせの素材で一枚仕立てっていうのがいっぱい出てるんだけど、はい、先ほどら言ってますけど、しなやかさ、そうですね、もう生地の感じが全く違うので、もう見てくれが全然違います。そうですよね。はい、こうもう入ってきた時にこう触っていい生地っていうのが伝わってきましたね、はい、それもいい生地のいいコート、要するにもう袖なしコートですけどね、コートそうですよね、このロングジレがもうこの無造作で着ちゃう、そうですね、うん、これからどこ行くのかな、ね、劇団式でこの後オーディションのメインを張るんでしょうか。では、はい、劇団四季になる、はい、このバッグを持って、はい、歌歌いますか。こんな感じで、はい、腹子のバッグをちょっと持ってみました。うん、かっこいい。その腹子も今日入ったの？そうです。昨日か。昨日入りました。うん、おしゃれ。初めて見た、はい。とてもおしゃれなバッグだと思います。二、はい、号店にはパッションも見ない新色がどんどん入っております。で、これちょっと脱ぎますね。はい、下に着ているお洋服をご紹介します、うん、はい、これだよね今日、はい、ケイさん買ってくれたのね、はい、うん、これワンピースを、はい、腹子の茶色のベルトでブラージングをしています、はいはい、でこれマークケインなんですけど、うん、色がね黒なんですけど、うん、チャコールグレーに近い黒に茶色と白とのなんか柄なんですが、うん、そしてこれはすごくこう伸びる素材のワンピースになってます、うん、はい、それに、下オリジナルのウールビレ、はい、うん、ビエラのフードをちょっと出してみました、うんうん、このかませがなかなかいいですね、いいですか、うんうん、全体にあのブーツと色も合わせてさすが女王、あ、そうですね、うん、たまたま今日履いてたブーツと合いましたね、うんうんうん、はい、それで腹子のベルトをしたので、うん、腹子のバッグ、はい、入ったばっかりの腹子のバッグですね、かわいい、赤ちゃんサイズがいいですよね、ね、こんな感じで本当におしゃれです、うん、何入れんのって、何も入れないぐらいよって、そうそうそう、でもこれあれなんですよ、はい、結構入りますよ、お弁当箱入ります入ります、入ります、お弁当箱入れないでしょこれお弁当箱も入るぐらいに最強入っちゃう、そのくらい、うん、あのこのベルトもついてるので、うん、斜め掛けもできますし、うんうん、ほらこんな大きいんですよ、本当、マチがあるのこれどうしちゃいけないな、弁当箱を入れるなんて、ま、マチがあるので、はい、そこもだから結構入ります、はい、うん、おにぎりぐらいにしときましょうね、はい、おにぎり入ります、つゆ入りのおかず入れないようにちっちゃい、はい、あのペットボトルも入ります、あ、そうですね、うん、温かいものね、うん、そう、こんな感じで持てるのでね、ワンピーミニにしての着こなし、はい、さすがでしたね、あ、そうですね、これはね、ちょっとブラージングしてみました、あ、また始めたわ、女王何やってんのかなと思ったらすんごい綺麗に収まりましたね、ね、いいですよね、はい、はいはい、じゃあ、お値段を言いますね、うん、マークケインのこのワンピースですね、はい、それが71,500円、はい、それからこちらオリジナルのフードのブラウス、はい、23,100円、はい、でこの腹子の茶色のベルト、はい、8,580円、はい、それからこの腹子のバッグ、はい、かわいいバッグ、はい、19,800円、はい、それからロングジレですね、はい、先ほどの85,800円になります、はいはい、ちょっとベルトを外してもらっていいですか、長さをお願いしますか、うん、これあのブーツに黒のタイツでもいいですよね、うん、はい、今パンツ履いてますけど、はい、こんな感じになります、うん、この感じでもいいんですよね、でそこそうです、ね、足はもうそのまま細身のねデニム履いてらっしゃるけど、はい、そこがそのまま
出て見えても重くもなんともなくって、うん、はい、綺麗ですね、はい、うん、この感じも自然な感じでかっこよくないでしょうか。そうですね、自然でいいかもしれないですね、はい、で、ジレ来てみましょうか、はいはい、そんな感じで、うんうん、ついでにジレ3色着てみましょうよ、どうなるか、うん、色をもう全く考えないで、はい、おそらくね、どの色も合いそうです、そのコーディネートだと。そうですね、はい、雰囲気全然違いますよね、はい、ね、はい、これが紺、うん、黒ではなく紺ですね、うん、紺もかっこいいですよ、紺ですね、うん、うん、紺も合いますね、うん、紺もかっこいい、うん、こんな感じになります。おー、なんかいいじゃない、紺、意外と、うん、いいかもしれないですね、うん、紺ね、うんうん、おー、おー、おー、そのプリント、あ、じゃない、柄が引き立つ、あー、なるほど、白が浮き上がる感じで、はいはい、という感じで、これはベルトがついてますね、うんうん、雲のベルトがついてます。じゃあ、あと、はい、ライトベージュ、うん、ライトベージュっていうかね、オフ白というか、オフ白、何色って言うんでしょうかね、これバニラホワイトじゃないか、好きですよね、バニラホワイト、バニラホワイト好きなの、バニラ大好きで、ね、ホームページでベージュって書いてありました、ベージュ、ベージュよりちょっと白いかもしれないですね、ベージュじゃないっしょ、アイボリーかも、あ、アイボリー、すっきりしてていいですねって、ありがとうございます、こんな感じですね、これはこれで綺麗、やっぱりそうですね、うん、こんな感じになります、あら白、紺綺麗でしたね、うん、紺綺麗ですね、ね、紺綺麗ですね、うん、これは割と普通になる、そうですね、うん、で、やっぱりそれぞれに少し光沢があるようなね、全然違います、それぞれに、うん、どの色も、うん、本当に綺麗ですね、相変わらず下世話のパッションになっちゃうけど、本当に高級感ビシバシですよ、ね、はい、はい、ということです、はい、うん、良いです、はい、良いですね、はい、これは本当にあの高いけれど、うん、でもそれなりのあれありますね、うんうん、いいっていうか、まあね、いつも言うように10万円例えば働いて稼ごうっていうと大変だけど、うん、これで例えば9万円前後8万円くらい、うん、それは高くないと思いますよ ね、うん、そんな感じします、物、うん、の価値ってそういうものだと思う、そうそうそう、これが1万円でも気恥ずかしいからね、でもお願いだから着ないでみたいな1万円ってある意味もったいないじゃない、うん、こういうのを着てその人のなんかこう人格までも引き上げてくれそうなね、うん、生き方すらもこう非常になぞってくれるような良さ、そうですね、本物感、内面も本物感もこれが表現してくれる、やっぱり本物を着るとこうテンションも上がるし、自信もついてくるし、はいはい、姿勢がピッとなりますよ ね、5000年本物で言い続ける女王やっぱりこういうものが、はい、いいと思いますね、普段着にはいいですね、とてもいいと思います、はいはい、じゃあ次変わりますね、はい、ありがとうございます、あらあら、いきなりラフなんですけど、いきなりよ、なんか最近のてってした感じよく似合うね、え、どういうこと、うん、いや、なんとなくいいですか、うん、着られてる感がなくて不思議にいいね、あ、本当ですか、うん、じゃあいいとして、いや、とても良いよ、で、私はもう今回はジレを着たいなと思って、うん、何で着ようかなってすごい考えて、うん、このグランベールのロングカーディガンを選んでみました、うんうんうん、この配色ポイントがすごい可愛いブランベールのロングカーディガンで、綺麗よね、これおかげさまですごく人気あるね、ありますね、はい、同じニットのインナーになるセーターもセットで販売されています、うんうん、で、ここに紺のジレを着たいかなと思います、うん、こじゃれっこちゃんだね、そうなんですよ、うん、でもなんかなんだろう、このジレ、あの私が着てもなんかね、その着られてる感っていうのが出ないのがすごい素晴らしいなと思っていて、紺とグレーって割と好きなので、ね、絶対王道ですよね、そうですね、ちょっとね、普段着の延長上で
でもちょっと配色も効いてたりして、うんうん、なんかちょっと楽しいぞみたいな感じになります、うん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 。あ、いいですね。寒くなったら指抜きのグローブみたいなのやってもいいね。そうですね。指抜きでなくてもいいし、ちゃんとしたのでもいいし、はい、そうね、こんな感じになって、うん、でベルトがあります。締めてみてください。閉めるとこんな感じでまた全然雰囲気が、うん、いいね。これでコートであればコートとしての良さがまた全然違うんだけど、コートじゃないからまたかっこいいよね。そうですね、ちょっと着こなしがね、うん、複雑さを増しておしゃれになりますね、はいはい、うん、コートじゃないからまた気に入ってオーダーしたっていうところもあるけどね、うん、そうですね、うん、あのやっぱここが綺麗なんですよね、うん、そうそう、ここの置感とここの立体感もちゃんとあるんだけど、うん、全然こうピンピンって感じにならないから、うんうんうん、本当にあのこれジェレに関しては2サイズで38と40サイズなんですけど、うんうん、はいはい、これ40を着てるんですけど、うん、全然着られてる感が出ないんですよね、うん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 、でウエストで結んでもたごまないしね、ウエストになって、そうそうそう、なんせほら素材が柔らかいから、そうそう、張りがあるとね、うん、ギュッギュッってなるけど、はいはい、全然自然にあのキュッてできるので、うん、それがすごく綺麗です、うん、とにかく素晴らしい、うん、ね、うん、体型とか背丈とか選ばずに、うん、あの着られるジレです、うんめちゃおすすめ、うん、ちょっとカジュアルダウンした感じのコーデもいいわ。いいですよね、うん、このシリーズいいね、楽しい、楽しい、こんな感じになります、うん、しかもこのコーンさっきまでちょっとみんなが着たい順番の3番目だったけどいいね、うん、このコーン着たらね、そう、パッと見黒に近いんですけどでもすごく、ね、全然綺麗、綺麗、うん、意外にちょっと一応しかも、今日レトナの色これです。あ、ジレが、あ、ジレじゃない、この色、この色やっぱりケープの方のこの色、なんかすごいいい色、うん、すごくいい色です。今日早速売れたのはやっぱり紺のケープらしいです、うん、本当にいろんな着方できておすすめです。綺麗、うんうん、だね、綺麗です、本当に綺麗、はい、ね、ウエストの位置も高めなので、うんうん、あの低めの私が着ても、うん、なんかスラッと見える気がします、うんうん、とにかくもたつかない、もたつかない、うん、これだけのね、あのコート生地の素材なんだけれど、打ち合わせてベルトして、うんうん、そこのところでどこにももたつきが出ない、全然無理が出ない、はい、でサイズ感はもう7号の方から13号の方まで全然大丈夫です、うんうん、いきます、うん、お値段、うん、こちらのロングジレが、ロングジレもケープも同じ値段です、うん、85,800円、うん、フランベールのロングカーディガンが47,300円、はい、このニットが36,300円で、うん、デニムが12,980円です、はい、こちらの中に着てるニットもね、何気にボトルネックって感じなんですけど違うんですよ。いつも言うように襟の高さ見てください。 ね綺麗に高さ、はい、ホールガーメントのニットなんですけど、はい、綺麗に立ち上がるようになってます。昨日見えたお客様が面白いこと言って、今年はフランシスコ・ザビエルみたいなお襟のニットがいいですよねってか、うちずっとそうですよとか言ってああ本当だとか言って喜んでね、買ってってくれたけど、フランシスコ・ザビエルみたいなこういう襟がいいってそう、高ければ高いほど、うん、そう、まあそんな感じです、はい、余談です。すごいおすすめです、はい、これ脱いでおいかないとみんなが着れないの、はい、うん、これいいね、いい、すごいいい、ほんとあったかいんですよ、うん、いや、あったかくなかったら困るし、あったかい、あったかい、あったかさが足りなかった、他の貼ってくださいうちはヒップホカロンとかいろいろあるね、はい、いろんなタイプあるんで、はいはい、どうもありがとうございます、うん、意外にこの感じいいね、ね、うん、今まで君には絶対、うん、進めなかったボリューム、ね、分量だけど、うん、いい感じです、はい、ありがとうございます、はい、はい、おー、エレガントクマ、あのなんか入ったばっかりのワンピース、うん、綺麗じゃんです。なんか04100、これイブルース、マレーラですね、あ、マレーラだ、
わ、綺麗綺麗。光沢がすごいある、うん、サテンな感じですよ。うん、で下がこう、うん、ハギ、うん、入る、うん、なんで、うん、下がちょっとこうフレアになる。うんうん、お綺麗、これ綺麗。でもなんか落ち感がしっかりあるので、うん、あのフレアですけどそんなでもない、うん、歩くと綺麗綺麗ね、あの揺れてくれたりとか、うんうん、そう広がってくれたりとかですっごい綺麗、うん、スクワット落ちて襟の大きさがいいのね、これそうです、かなり大きいですよ、襟が、はいはい、はい、まあ、一応なんかサイズが44っていう表記だったんですけど、あ、そうなんだ、うん、なんで一応ここ、うん、なんかタートル着て、うんうんうん、結構うん、午後に近いクマが着ても全然大きく見えない、見えない、44なのに、44だけど肩の位置とか若干ぐらいですけど、うん、まあでも普通にここ絞れば、うん、まあ、全然平気だ、ね、うん、いいですよね、うん、あのこうこれは基本的にあのイタリア表記でいうと 44L になりますけれども、うん、どうだろう、 XS の方から着れます、うん、なんか袖も言うほど長くないというか、うん、はい、から着やすい感じで、うん、いい感じです。なんかこういう赤とか入ってくるとなんかいよいよ、うん、なんかクリスマスとか、うん、なんかイベントが、うん、そうそう、ね、ちょっと想像されて楽しくなるような気がします、うん、ね、いよいよこの時期からワンピースがキラキラっと光り始めて、ね、ね、私よ私見てって感じだよね、うん、ワンピース、ワンピースね、うん、ワンピースをね見てください、うん、もうなんかそうやって形、うん、ポーズ作んないまでも女らしい、そうですよね、うん、綺麗です、そう、これが綺麗だったんで、うん、非常に綺麗です、そう、赤と黒と白っていう配色なんですけど、うん、まあ一応なんかあのパッと見黒っていうので、うん、上は紺のさきもちさんが着てたやつ、うん、どうかな、うん、そういうことなのね、みんなでね、いろいろ着る、そうです、着れちゃう、着れちゃう、ほんとなんかこれいいよね、うん、もうちょっと張りがあるとやっぱり、うん、私もそんなに、うん、あれ151cm、うんうん、ボリュームもないので、うん、負けちゃうんだよね、負けちゃうんですけど、うんうん、負けてないかな、負けてないね、あのここが、うん、反ってくれる感じ、うんうん、あのピンって、うん、ならない、ね、イカみたい、うん、イカっていうか、うん、なんかならない感じがいいんじゃないかなって、こうやった時にくっついてきてくれる感じ、うん、体にしとっと絡みつくような感じなのね、うん、そう、来てくれるんですよね、コートなのにね、そうで、まあこうやって、うん、あの中見せてもらって、うん、まあ歩いてもらってもいいですし、おしゃれだよ、おしゃれです、うん、こういう感じ、すっごいおしゃれだよ、ね、で、うん、そう、また止めてもいいですし、うん、っていう、まあ外出るときも、うん、でほら今のモッチーさんもそうだけど、クマ巻いても、うん、生地がもたつかないのね、ウエストで、うん、おそらくなんかほら、ね、うん、くしゃくしゃくしゃって綺麗にドレープのようにね、まとまる、うん、ウエストが、そう、なんかやっぱ硬い素材だと、うん、グニャン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 ってうねっちゃう感じするんですけど、うんうんうん、ドレープになるもんね、そう、あの綺麗にで、あの後でこう整えなくていいっていうか、はい、もうそのまま無造作にギュッて絞ってもらって、うん、でちょうどいい感じになります、うん、明るくなるぐらいで見えるのかな、ドレープ、うん、こういう感じになるから、うん、若干そうだ、カメラ越しには明るい紺に見えますけれども、うん、ね、ちょっとライト当ててるから、うん、少し明るめの紺ではあるけど、うん、紺じゃないね、うん、どっちかっていう画面越しだとなんか青っぽい感じに見えますね、うんうんうん、もう少し深いよね、うん、色がね、うん、要するにもうちょっと、うん、そう、いい感じの本です、いい感じの本です、あの語彙がね足りない、はい、はいはい、一応こういう感じに、はい、あったかい、うん、いい感じです、いい感じです、はい、はい、というわけで、はい、一応これで、うん、値段の方は伝えます、はい、伝えします、これを一度脱いでから、うん、いいな、うん、どういう方に買ってっていただけるかな、うん、なんかちょっと感激ですね、うん、
マレーラも普通のコートなかったっけ。ないんじゃないですか。それとうちのラップコートの黒のロングね。黒のロング、うん、そのワンピースちょっとすごい女らしくて綺麗で可愛いから。ないです。あ、ない、うん、ない。うん、まあ、じゃあない、はい。ただ、うん、これはこれからあのディスプレイとかでね、うんうん、あのいろんなコートとかを着ているんじゃなかろうかというので、うん、ご期待です。そう、皆さんいよいよこういうワンピースにときめき始める時期ですよ。時期ですね。うん、そうで、あの、まあ、中に着てる、うん、インナーに着てるオリジナルの、うん、後ろがちょっと背中のとこ V、はい、ちょっと空いてるニットがありまして、じゃこちらが29,000円、インナーに着てます。はい、でマレーラのこのワンピースが65,000円になります、うん、はい、でフォッシーのロングジレが85,800円です、はい、うん、なかなか納得の値段のワンピース、うんうん、ねえ、これ綺麗ね、うん、ちょっとおすすめです。こちらで、マレーラの44、はい、あの普通の表記で日本表記で言うと、うん、L サイズになりますけれども、うんうんうん、XS5 号の方、クマは5号ぐらいだよね、うん、7号より、なんなんちょっと足りないぐらいかもしれない、ね、うん、5号プラスアルファぐらいの方から11号の方まで、うんうん、サイズ的には皆さん、うん、着られますね、うん、大丈夫ですので、はい、ちょっとスペシャルおすすめ、うん、ときめいたらぜひ着てみてください。はい、うん、はい、ありがとうございます、はい、これもあれでね、展示会サンプルを現物展で抜いてきたやつだよね。はい、じゃあジョーお願いします。はい、私はこの、うん、レッチルのね、ライダースね、ライダース、最後の最後の1点、11枚12枚入れたんですけどね、もうこれで最後の最後、早かった、早かったですね。そして最後の最後の白、はい、M サイズの白を今着てます、はいはい、あっという間でしたねこれね。ね、それでいつ売れたのって感じでサラ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 って、早かった早かったですね、はあ、形も綺麗ですし、はあ、もう着ていただいた方はもう一発で、はあ、はい、ですよねっていう感じでしたね。はい、なんと12枚も入れたのに ね、うん、それで革のこういうのってこうやって着てると、うん、いい、やっぱりあのかっこいいんですけれど、うん、やっぱりちょっといやーでもかっこいい、この辺が寒いとかいう方もいらっしゃるし、他のそれでこのね、はい、よくあのジレを着た時に、うん、何を着たらいいんですかって、うんうん、お袖が寒くてしょうがないっていうことで、はいはい、私がやるのは、うんうん、ジレの下、はい、に風を通さない、こういう、うん、あの、ね、そのコーデね、そうですね、はい、皆さん参考にしてほしいです。もう本当にあのいいです、はい、それがあると、うん、ジレでお洋服を楽しんでいただけることができるので、うん、はい、女王は5000年間これでねファッションしてきて、皆さんたかだか20年30年、この5000年の重みをぜひぜひ参考になさってください。こんな風にして、うん、着ると、うん、もう風は入ってこないし、おお、かっこいいじゃないですか。こんな風に悪いやつの極みよ。極みですか、うん、極めてます。こうやって中をもう止めてしまう、うん、そうすると本当にあったかいです。ここなんか全然気にならない。でこれも腰もあったかいですし、そういうことね、えそういうことね、そう全然大丈夫です。でこれがまたあったかいんですよね、このジレが。だからもう全然大丈夫ですね。めっちゃかっこいいです。かっこいいですか。めっちゃが入ってます。 ありがとうございます。 トゥーMe too。 ありがとうございます。皆さん Me too が続かないんかい。そう、こんな感じでおみら軽いで来ていただくといいかなと思います。はいはいはい、そして、はい、もう一つ、はい、ちょっと薄いコート
もう、トルエから来ちゃうの、うん、あ、そう、びっくりした これそれはしないかな、うん、はいはい、これを脱いで、はいはい、ちょっとジレの下に、はい、ライナーみたいな感じにして着てみますので、うんうんうん、ちょっとお待ちくださいね、はいはい、皆さんよかったらこういう着方普通に参考にしてください。なかなかね、こういう格好を良さって見かけるチャンスがないと思いますので、うん、雑誌見ても何見てもね、シマーク、はい、宮古で、宮古で、はい、女王からあなたに、あなたの手元にお届けいたします。映画みたいな。これ、うん、これ少し毛も入ってるんですけれども、はい、このこういうコートなんですが、はい、これを着てるとやっぱりちょっともう時期が、はいはい、昼間はいいんですけれども。はい、夜なんかちょっと寒くなってくるかな、うん、この上から白のライダース来ませんよね。来ません、帰りません、はいはい、それで、はい、この紺の、いやでもそのまんまかっこいい、このまんまね、うん、そう、このまんまも、まず見せてください、はい、そのまんまも、はい、皆さんこれちょっとおすすめなのよ、このまんまかっこいいの、これ竹感がいいんですよ ね、そうなの、収まる竹感なの で、うん、でいつも言うようにね、このまんまかっこいいけどやっぱり風があると、はい、やっぱり風を通して、ね、はい、寒がりのあなたにはこの後の、ね、はい、女王のコーデを使ってほしいんですけど、 そうですね、その時にこのタイプってね、はい、何になるか、ライナーになっちゃうんですね、ライナーみたいにして、はい、そうすると時期が長い、はい、着る時期が、はい、で日常ですもんね、このコーデはね。あ、そうですそうです。これはもう普段その子の日常ですね。そうです。特に何っていうあれはないです。うんうん、ね、こんな感じで着ていただくと、うん、やっぱりお背中、はい、それからお首のところがすごくあったかいので、うん、はい、多少こういうところで風を通しても大丈夫ですね。はい、うんうん、こんな風に着ていただいてもいいのではないでしょうか、はい、うん、ね、これが女王の日常です。そう、着てみてください、はい、で後ろもそんなにボーンって なってないと思います、はいはいはい、いや綺麗です、はい、全くなってないですよ、ね、うん、こういう感じで着ていただくと、うん、はい、このコートも、はい、それからジレも出番が多くなるので、はい、はいはい、とてもいいと思います、はいはい、女王はこの格好でシマークに来るときは目白の駅から颯爽と何者って感じで普通に歩いてきてます。そうですよ、さすがに走ってはきてませんけど、はい、普通に歩いてきてま ますで、これにいい紺色の、うん、はい、行き交う人の視線は結構独り占めしてるのに気がついてないです。チベットラムの紺、はいはい、紺のこれを持ってもいいかもしれないですね、はい、かっこいいっすね、本当にこの不良ポーズっていうのがよく似合って、どう不良じゃないですよ。いやいや、重ね着して極め不良。こんな感じで、うん、うん、いいと思います、はい、丸いやつを意識してみてください。そうするとかっこよく素敵になります。いやいや、不良ちょっと可愛く、はい、はい、あざとく、はい、そうしてみました、という感じです、うん、はい、じゃあ次に変わりますね、はい、いいでしょうかね、はい、値段は言いましたっけ。あ、そうだ、言ってないんです。ごめんなさい、はい、症例になって確認でしょ、はい、はい、ジレですね。善良な市民の不良、そう、善良の85,800円、うん、そしてこの着ているニットです ねそれちょっとアップで皆さんに見せてください。これはちょっとと優れものすぎて、そう、優れものなんですよ、値段とデザイン、うん、そうそうそう、びっくり、はい、七なんとの世界ですよね、七なんとですよね、はい、もっこちゃん得意の七なんと、七なんとの世界の、ここは一言君の愛の手がいるんじゃない、ここほら、はい、こういう風にハイネックになってて、はい、襟高いです、ここが編み替えてる感じですね、はい、それでこんな感じです、はい、でそのロゴの入りもね見てくださいね。ここが黒地にカーキ、はい、カーキですね。カーキのロゴが入ってます。はいはい、もう本当に少ない貴重品、貴重品。そうです。七なんとこちらのお値段ですね。さあ一言。七なんと。はい。
7900円になります。プラス消費税。あ、消費税8690円。ごめんなさい、7なんとでやったのにずっこけましたね、はい、失礼しました、はい、7なんと、そうですね、8690円になります。8690円、はい、これはちょっとね、本当に本当にもう残りわずか、うん、ね、これこっちは1枚です。はい、ね、ですよね、これだけですね。1号店にあとマスタードっていうかマスタードっぽいね、感じのがあと1枚、はい、はい、素材は、ね、って素材はですね、これはね、すごい気持ちいいですよ。超優れものです。04ポリエステルナイロン、はい、でもこうやって触った時にウールが入ってるみたいな感じですね、うん、あっという間にこれね、売れましたですよね。本当本当、はい、すごくいい、今更ながらいいなと思って選んでみました、はいはいはい、少しね、結構な枚数やってますけど、あっという間でしたね、これね。そうですね、ということです。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、ほら、なんかやっぱり売り物にしてない、爽やかさとか一生懸命、そう、一生懸命頑張ってね、この場に及んで爽やかさをちょっとプラスしたい、うんうん、清潔感とかさ、はい、はい、あざとく、うん、はい、今年なんかチェックのボトム多いですね、うんうん、そうですね、今回のライブね、はいはい、こちらはイブルースの、パンツになります、はい、うん、チェックで、はい、こちらいい感じ、キャメルのケープを着ようと思って、はい、中にオリジナルのキャメルのタートル、はい、うん、で、ジレとかケープ系に白シャツって個人的にはすごい好きなので、うんうんうん、シャツをどっかで一回使いたいなと思っていたので、うんうんうん、シャツを逆に上に側にして着てみました、うん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 、あ、いい感じ、うん、ちょっと計算が見え見えだけどねそうですよね透けて見えるあざとさって結構許せるかも仕込んだあざとさは腹立つけどね、スケスケだよね、丸スケ。あ、いい感じ、襟、シャツ襟いいかもしれない。あ、いいじゃない、意外といいですね、うんうん、あ、なんかいいですね。いや、いい、なんだろう、まぐれ、まぐれ、ああ、まぐれですね。とっても綺麗よ、透明感があふれる、うん、襟の開きと、うん、ここのシャツの開きが綺麗に合わさってて、うん、なんか綺麗ですね、うん、あ、ちょっといい感じよ、ね、うん、襟の高さも出ますし、うんうん、こんな感じになります。おしゃれじゃん、ね、うん、もうそのままでいいみたい、ベルトしなくて。そうですね、うん、なんか綺麗だな。なんだろう、見とれて、なんか意外に見とれちゃいました。見とれてちょうだい。黒のポイントが意外に効いてて、うん、締まってて、うん、あと素材感の合わせかな、うん、なんだろう、意外にすごい良い、うん、でも他の色も着てみて似合うよ、きっと。はい、なんかすごい綺麗脱ぎたくなくなったの脱ぎたくなくなりました、はい、白だとどうかしちゃうかな。うん、それはそれで綺麗じゃない、ね、くるんくるんピザみたいになっちゃったいいよね照れるね照れてないよね、もうそれもひっくるめてさ、キャラで売っちゃってるからいいよね。いや、それは許されない、もうみんな見るのやめちゃうよ。いや、売ってないから、うん、まあ色合いとしてはさっきのがね、そうですね、いい、締まりますけど、うんうん、でもこれはこれで綺麗よ。白がなければいいかな、うん、あ、うん、でも白があってもいいと思う、うん、素材感が違う分だけ。ちょっと紺にしてみる、うん、意外に紺いいですね、うん、いや、紺はちょっと賛成だよ、うん、本日入荷で真っ先に売れたのが紺。なんか黒と合わせても素敵な紺だし、うん、ブラウン系に合わせてもいい紺だし、なんか小時がちょっとドヤ顔、グレーに合わせてもいいし、僕が一番、自由が丘が一番に売れたって感じ
ほらほら、顎上がってるね、なんかすごい、うん、今日ね、目パッチリ開いてもあるもんね、うん、白目全然なんか白目向いてない、ね、本当に、うん、あー、コンが綺麗、コンが綺麗、コンがいい、周りが決める話じゃないけど、うん、なんかね、コンが綺麗、中にブランでこのコンで合わせが綺麗、あら、なんか親子で形違いとかでも素敵ですね、はい、3世代で3色色違 い、 あ、 いいですね、3世代で3色色違いもいい、うん、そう、まあ、あ、でも綺麗綺麗、もうすごい綺麗、よいよい、うん、その割にはコメント上がってこないけど綺麗、でも綺麗ね、うん、こんな感じで今度はい、本当黒との合わせもすごく自然に馴染みます、うんうんうん、そのねキュロットの合わせ、ショートパンツの合わせも綺麗、うん、ね、うん、ね、ケープがノーカラーだからシャツ襟がとっても効いてますね、ね、うん、なんかノーカラーにシャツ襟って、うん、たまにこうカチッとしすぎると、うん、ってちょっと抵抗ある時あるんですけど、うん、綺麗にね開きますからね、これね、その白のねシャツにこの紺がもう映え映え、映え映えですね、うん、しらっとね、うん、清潔感、うん、もう計算され尽くしていやらしさを通り抜けて美しい、うん、ね、うん、一枚仕立てですからね、しかも、はい、上品さが違う、はい、うん、なんか上っ面の君の上品さに重なっていい感じ洋服がカバーしてくれてる、そうです、はい、じゃあお値段言います、はい、ケープが85,800円、うん、オリジナルのタートルが29,000円、うん、後ろが空いてるタイプです、はい、このピンタックのシャツが29,000円、すごい綺麗、ね、うん、でイブルースのチェックのパンツが25,300円になります、はいはい、うわ、むちゃくちゃ綺麗、おしゃれですね、うん、あの本当にどこぞの人みたい、これとさっきの女王とさっきのクマ、そこ歩いてたらみんな振り返る。足マークの3人だって。ただそれだけ。それだけ。そう、みんな振り返って。声までかけて、あ、望月さん、宮部さん、あ、クマちゃんって。また行きますね。うん、それだけ。そう、うん。みんな振り返って、手振って、声かける。こんばんは。昼ご飯みたいな。そう。はい、でも素敵ですね、はい、そんな感じになります、うん、いいね、この時期から白いシャツ、そうですね、うん、この間からね、ちらほら言ってるけど、はい、部分見せしたりとか、こうやって全見せした上でこうウールのコートとかと合わせると非常に綺麗ですね、そうですね、清潔感、品性、はい、これがいきます、いきます、はい、こんな感じで、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、もっこちゃんの、もっこさんのコーディネートさすがです、ありがとうございます、うん、ももひかさんです、あらこれまた新しく入ったやつ、一人だけなんかそうワンピースで女らしさ狙いのクマですこれをあざといって言わずしてなんて言う、ね、なんかタイツだったらよかった、うん、あ、でもいいよ、肌が出ちゃうね、綺麗、うんうん、です、はい、あのこれは38サイズだから、うん、まあ、割とぴったり、ね、うん、サイズ感も、うんうん、なんでこういうベルトの、うんうん、こういうところのラインとか、うん、こう絞ってるラインとかが割と、うん、あの体型にやっぱり合ってるのかなっていう感じで、はい、うん、今年この柄のニットがありますもんね、うん、テーマでやってる、ね、テーマで、はい、なんか色、この色もあったんだそれ、うん、でポリエステルポリウレタンの伸縮する素材なんですけど、うん、なんかつるっとしてるんだけど、うん、なんか若干なムラ、うんうん、作ってスウェードみたいに見えるような感じになってて、うん、ちょっと高級感あります、はい、そう、でこれはもうスペシャルです、はい、限定38っていうことは日本 の、 あのサイズでいうと XS になりますけれども、うん、どうだろう、40、体重でいうと45、6キロぐらい、もうちょい平気かな、46、7キロぐらいまでの方が限定サイズになってしまいますけれども、うんうん、シンデレラサイズの方にはもうスーパー、うん、スーパー喜びの大きさ感ですね、はい、ね、めったにないですもんね、うん、そうそう、で袖がちょっとこのぐらい、はい、
余裕がありますので、うん、あの全然動けます、うんうん、そうね、鉄棒にぶら下がっても行きそうね、はい、うん、そうするとこっちが上がりますそうかそうか、で、はい、私はこれに、はい、さっきもちさん切ってたキャメル、うん、キャメルの色がワンピースの中に入ってる、うんうんうん、あ、キャメルね、うん、で、クマも結局紺が一番良かったりしてね、うん、かもしれない、うん、なんか入ってるこの、はい、3色着てみましょう、これ全部合うよ、全部入ってますね、うん、全部最初はもうこれでしょ絶対と思って、うんうん、あ、これは多分、うん、もう綺麗です、ね、あやっぱ、うん、あれか、うん、紺になるのかな、うん、ね、そんな気がした、うん、そう、綺麗です、絶対そのなんか机上の的な感じ、うん、頭の中で妄想してると、うん、この色でしょって思ったけど、うん、多分面白いの一番、うん、それで今ちょっとあのまたベルト巻いてみて、ベルト外しちゃった、外しました、うん、簡易でもよろしいですか、うん、はい、大丈夫です、気づってないどこか、うん、この場合は中のワンピースが、あれ、ありがとうございます、よく気がついた、いや、だって出ましたもの、今、あ、はい、はい、あ、動いた動いた、あ、大丈夫かな、はい、うん、なんか画面急に暗くなってバッテリーが、はい、うん、あ、こういう止めたらこんな感じでいいと思いますね、はい、うん、これで寒かったらあとストールを仕込んでおけば大丈夫ですね、首周りにぐるぐるっと巻いてもらったら万全です、うん、はい、あ、いいじゃない、うん、じゃあ色違い着てみましょう、薄いのも、うん、薄いのも着てみてください、はい、いいですね、うん、個人的には3色昨日か入った瞬間に薄い色が一番いいと思ったけど、私も今日あのディスプレイで着てたけど、うん、なのできっと薄い色がいいんだけど、でもなんか意外に紺がめっちゃ良かった、ね、うん、紺が綺麗、しかもみんなみんなで、これが薄いベージュアイボリー、うん、ああこれ綺麗じゃん、これか、うん、これにすると柄が映えるかな、うん、うん、映える映える映える、うん、柄が映えた、はい、この感じ、こういう感じ、あ、綺麗です、綺麗ですね、映える、うんうん、はい、で、あと今度ストール風の感じになっていいね、大判のね、うん、そうなんですよね、うん、で、最後は紺に行きますよ、はい、で、結局紺が一番いいような気がします、多分、うん、そう、さっき見ながらちょっと思ったムッチーさんのあのシャツで、うん、紺が一番決まったから、これももしかしたら紺かもしれない、うん、というわけで今日はなぜか、うん、夕方までは紺があんまり人気なかったんだけど、この時間帯になってきたら紺がいいね、やっぱ夜に溶け込むそういうことだ、うん、ミッドナイトブルーなんで、やっぱりあ、でも薄い色でもいいのかもしれない、うん、きれいきれい、うん、紺はこういう感じ、うん、なんでどの色選ばれても洋服の組み合わせはバッチリですね、はい、うん、うん、で全くのフリーサイズになります、そうです、完全フリーです、フリーですね、はい、どこもこう収まる部分っていうか、うん、はい、ね、なんか気にする部分がないので、うん、はい、フリーサイズになります、うん、全然平気ですね、うんうんうん、はい、何もストレスは出るとこないです、ないです、うん、スーパーバス、まあ、スーパーバストの方もね、スーパーお腹の状態の方も、うん、例えばちょっと ね、うん、お腹が今こう成長なさっている方も平気、うん、で、ね、あのベルトしてもいいし、うん、しなくてもいいしって両方の着方ができるので、はいはい、と思います、いいです、はい、そして何回袖を通しても、うん、あの柔らかさ、うん、感動します、うん、それでどんぐじで着るとどうなるの、どんぐじで着てみると、うん、薄いの、じゃあこの薄い、もうなんか下が見える方がいいのかなと思って、うんうん、あ、でもそれそれでいいや、結構やっぱり151の身長になるときますね、うん、さ、うん、足首のちょっと上ぐらい、うんうん、でもあったかいよ、ああそうですね、うん、そう、風が入っています、うん、ロングジレも綺麗ね、いいですね、うん、やっぱりこのコートっていうかね、うん、ジレそのものが出来がいいから、うん、羽織ってるだけで雰囲気になる、ね、なんか襟のここもやっぱ綺麗だし、うん、もう全然違う、カーブがすっごい綺麗、はいはい、そんな感じですか、はい、うん、もう値段は言うのはそのワンピーだけか、はい、です、はい、どうした、
そしたらですね、はい、まあ、レーラのワンピースが47,300円になります、はいはい、というわけで、うん、井上さんに変わります、はい、ありがとうございます、はい、ございます、はい、また気軽な感じで大好きなニットをちょっと着てみました、なんかピンク混ぜちゃって、あざとい、なんかあざとさ狙い無理よ、そうだん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 影響されちゃって、悪いやつにあざとさは似合わない。 そしてね、はい、今私の中で、はい、そのハイネックの下に、はい、ちょっと長めのタートルを着て、うん、色で遊ぶっていうのが、うん、自分の中にあるんですね、うん、ただお店で黒しかなかったので黒にしてみましたけど、そういう遊び方もとっても面白いと思います。なるほど、はい、で今までジレロングを着ていたんですが、ちょっとポンチョの方を着てみます。もうね、ファッショニスタ5000年やってきたらね、もう最強の敵よね。いやいや、そんなことはないですが、このさすがに5000年の歴史を聞いてくる人いないね。何普通にもうそうだよね、こんな感じでもう呆れて何も言わない、うんうん、かっこいいね。そう、こんな感じですね。スーパーフリーサイズね。そうですね、はい、それでこれちゃんと通すところがあるんですが、はいはい、これをなんかこういう風にやって、はい、襟をきちんと折って着ると、うんうん、下にジャケット着てるみたいな形になるかなと思ってるんですか、はい、こういう感じでどうなんだろう、うん、ああこういう風に、なるほどなるほど、はい、はい、あ、それはそれでいいじゃないね、こうやって、うん、皆さんは合わせてたじゃないですか、はい、うんうん、開いてね、ちょっとね、そうそうそう、こういう感じで着てもいいのかなと、はい、ここが、はい、うん、綺麗です、綺麗ですよね、うんうん、あ、かっこいいじゃない、うん、たまにはこういうジャケットをね、ジャケットの上にケープを、そう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 、マント羽織ってる感じで、羽織ってる感じで、うん、こんな風にやってもいいかなって思います、うん、ちょっと優しさを売りたいの、そうです、白でね、うん、こういう、はい、はい、それでどんどん、うん、叱られてしまうかもしれないんですが、はいはい、他にも、はい、こう長いコートみたいなジレが入ってる、うんうん、はいはいはい、最後にそれも着てあげたいなと思って、うんうんうん、はい、ティーラベントのコートなんですね、はいはい、でそれを着るためにどうしようかなって思って、うん、どうしようかって、もう作戦決まってんじゃん、あ、ベルトが落ちた、ベルト落ちた、はい、あ、ごめんなさい、よいしょ、すいません、それで、はい、このどっち系ではない、これのね、はい、ああ、ああ出ちゃいましたね、出ちゃいましたよ、いや完璧じゃないですかこれ、これね、はい、唯一この無二です、かっこいいですよ、あ、このファーの感じとね、これはもう悪いけど最強ですよ、ポンチョのね、うん、この感じすごいでしょ、うんうん、それで、うん、うわ、今日のいいわ、テーマがジレ、はい、なので、はい、ジレ、うん、この上から、上から羽織っちゃう、ジレを着てみます、うん、なんとなく分かってましたよ、分かってましたか、うん、もう見抜かれちゃった、うん、いや無敵なコーデだってね、無敵よね、本当にキャインキャインですね、そうなんです、出た出た、このコードはこんな感じで、うん、はい、ちょっと待って、はい、よいしょ、こんな感じですね、はい、うん、かっけー、切られてますか、うん、ミルフィーユ師匠、はい、こんな感じで、うん、
このさらっと入って答えちゃったね。ミルフィーユ。ミルフィーユ。はい。それで、うん、かっこいいですこのあのジレ、うん、こっちのジレは結構厚さがあるんですね。うんうんうん、だから襟のところにボリュームを持ってきても全然こうなんていうの、はい、重たさがなくなるので、はいはいうん、逆に。襟にボリュームがあると、うんね、こっちの生地感とか、うんうん、そういうのが良くなってくるんではないかなと思って、うんうん、下のこういうポンチョをお持ちの方いらっしゃるので、うんうん、上からまたジレを羽織られてもいいんではないかなって思ってこんなご提案をしてみました。これだとねスーパー贅沢カジュアルですけどね、はい、もう一回そのジレ脱いでもらっていいですか、はい、このポンチョの感じがまずこの段階で、うん、無敵のかっこよさです。はい、日常はこれで全然 OK です。そうですね、はい、こんな感じ、うん、そしてそれにちょっともう一回最初の紺は当たり前ですけどでも紺綺麗かな、うんうん、綺麗だと思いますね。はい、はい、そして最後にもう一回こちらの本日の1枚仕立てのウール100の紺、ウール100でもいつも言いますようにピンから切りまで一番正しく伝えたいのはやはり皆さんの指で触ってほしい、うん、そうですね、袖を通して着た感じ動きを試してほしい、そんな感じです。あ、やっぱり綺麗ですね。綺麗ですね、うんうん、こういう感じになりますね、はいはい、こうなると女らしくなる。そうですね、はい、さっきのはガツンっていう感じなの で、ねでねうん、はい、あの女王の良さが両方に分かれますね。ですか容赦なくかっこいい女性の部分と優しい女の部分と。ありがとうございます。いや褒めちゃった。ありがとうございます。かっこいいっす。はい、こんな感じ、うん、いい一枚仕立てのロングジレと、ね、今日はあれですね、ケープ紹介できましたね。はい、じゃあ皆さん、はい、はい、あその値段まで言ってください。はい、そうしましたら、このマーク・ケインのニット、はい、これ襟が二重になってるんですよ、はい、ここ。すごいですよね。すっごくこれもあったかくて、うん、62,700円です、うん、程よく照れる値段ですけど。そうです、うん、そしてこちらですね、ティーラベントのファーのついたポンチョ、はい、105,600円、はい、カシミヤ100ですね、はい、でフォックスの素晴らしい毛皮がついてます、はい、そして先ほどのこちらのガツンとしたティーラベントのジレですね、はい、69,300円になります。はい、以上ですかね。以上ですね、はい、こちらはもう85,800円になりますね、はい、みんな最後来たら何か、うん、寂しいです。それじゃそれおそらくもう最後ですよ、そのチャコールグレー。これね、はい、これですよね、はい、2号店でやりますかですね。自由が丘に琴木くん持っていきたいですか。え、それ2号店にやるとけですモッチーさんの一言で、字で強い方がいるよって言ってね、うん、ありがとうございます。字でじゃないよ、はい、それはい、でれれ、あ、いい感じで、はい、今日もご覧いただきましてありがとうございました。ポッチの一枚仕立てもすっごいいいので、はい、ぜひ試しください、ね、うん、らしてください。おしゃれだよね、めちゃくちゃいい、うん、お値段は納得されると思います。はい。はい、で、はい、今日すごい大事なお知らせがあります。そうだね、はい。はい。結構琴木くんにまだ言ってなかった。うん、まあいいじゃないですか。ですね、中島さんと結構再三にわたり、はい、何回もちょっと話し合って、はい、来たことなんですけれども、はい、今月いっぱいで、ちょっと待って、何で今月いっぱいとか言うとドキドキする話。パッションさんやめてもらえますか。そう、残念。今月いっぱいで、はい、ブログをやめることにしました。うん、で、いろいろ考えてて、うん、ブログ2013年からさせていただいてるんですけれども、うんうん、その頃ってまあ Facebook はあったけど、うん、インスタとかは全然なくて、うん、で
こうブログっていうのがとにかく主流だった頃なんですけど、やっぱり時代を重ねてきて今やっぱりこう主だったところはインスタとか TikTok とかそういった映像とか動画にシフトしているっていうのはすごくここを最近肌で感じていたんですね。で初めてご覧いただくお客様も今インスタの方がとても多くって、ただやっぱりブログはすごく大事なものなので、一日の中で結構大きなこう位置を占めるものなんですけど、やっぱりそれだけに何年もちょっとインスタとかやりきれないでいたのも確かなので、すごく話し合って、ここで一つ、3つのブログを全部、11月いっぱいでやめて、インスタとかホームページとかライブをもっとこう動線よくいい形でご覧いただけるようにちょっとシフトしようかなと決断しました、いつも楽しみに朝起きて一番に見てくださってるってお客様もすごく声寄せていただいてるのでちょっと心苦しさもあるんですけど、まあ、でもその分ブログにやってた時間を何もしないんじゃなくて、他のインスタとかよりいろんなことに同じように注いでいくので、どうかご理解いただけたらと思います、ね、しかもブログランキングね、ずっと1位をね、堅持してね、もうそういう思いもひっくるめてね、モッチーさんのモチベーションにもなっていたんだけれど、ここはね、割く時間がやっぱり1日2時間ぐらい拘束されちゃうようなところがあるので、その部分をもっとインスタとかね、もっと新しい伝え方に特化していこうと、そこにもっともっと時間を使っていこうということでね、ちょっともったいないと思いながらも、そこは前に進んでいきたいということで、皆さんぜひぜひまたインスタ、それとなんだ、まあ TikTok とかもひっくるめてのね、形でぜひご覧になってください。もしかして収録でライブをやるかもしれませんしね。よかったブログで、泣きそうになってた。おいおい、もう一個さん、モッチーさんが辞めるとかいう話かと思ったけど、なんかね、寂しいですねってラブラレーとか、ありがとうございます、まあよく10年やってきたよね、ね、かけてますけどね、まあね、そういう意味で思いはそれぞれにあるんですけどね、また一つ新しい紙膜をもっともっと磨いていこうという感じですね。そうですね、ちょっとね、なんかこう、ブログを上げてる部分で他のことができてないのをちょっと言い訳にしてちゃう、できちゃってた部分が正直あるので、そこはもうちょっと一度整理して新たなことをやろうかなと思います。前向きなやり方です。ますます応援します。ありがとうございま す、ね、なんだっけ、ちょっと言い忘れだけど、まあいいや、言い忘れるぐらいだから、なっちゃう、はい、なのでまた今後こうしていきたいみたいなのはあるので、ブログでちゃんとご説明させていただきたいと思います、今日はちょっと今夜は無理だけど、一応実中にちゃんとブログでご案内しますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。あと、そうそう、割とほら実践的な部分で言うならば、これだけ新入荷が続いてるんだけど、ホームページにアップできないぐらいの、まあ、ある種忙しさだったから、その部分をね、やっぱりホームページとかもっともっと充実させるべくところに時間を割きたいということですね。そうですね、ちょっと主軸を移すって感じのイメージです。モッチーさんのリアな寝落ちブログが見れなくなる。新しい展開楽しみにしてます。そうそうそう、爆笑寝落ち集をじゃあちょっと最後に。そうだね、はい、寝落ち傑作集があるんで。もうね、撮ってますよね、寝落ちのね、あれを。すごい笑っていただければ。今までブログでとても楽しませていただきました、曽我さんです。新しい発信を楽しみにしています。はい、はい、負けないぐらいちゃんと充実させますので、はい、どうかまたご覧いただけたらと思います、はい、悪いですけどね、シマークのエネルギー半端じゃないからね。常に勝手に自負してる、日本一、世界一、はい、そんなシマークであることをね、自負しながら、はいはい、
あの前に前に進んでいきたいと思いますので、はい、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。来週ちょっと月曜日がブログ、あ、ライブできなくって、はい、次のライブは水曜日の自由が丘ライブになります。飛ぶね。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、うん、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。いきます。はい、 This is the fashion。 ありがとうございました。ありがとうございました。よかったで、泣きそうになったで、やめますみたいなふりでしたよね。なんか実は蜂がな、今月末を持って相談してみたいな。俺も泣きそうだって、え、何やめるなんかあざとい、そういうことあざとい、うん、やめませんいるもん、そうか、冗談じゃない、うん、せっかく乗っとったのにってねへへ、あ、そうだ、あれがあるかも、これがあるの、これあるよね、あ、これ違った、はい、なんだ、なんかスクショのボタンかと思った、うん、あ、失礼します、うん。